負けたな阪神、残念ながらお惜しくも負けました。惜しいいことないやスコアは1対3、2>, <laughs> 2点差で負けました。で、ヒット数は阪神が8本、巨人が5本、ね、3本も少ない巨人が3点取って、3本多い阪神が1点しか取られへんかった、まあ、端的に言えばそれがあのその要因ですよ。 タイムリーが出えへんだ。ランナー出ても一本出えへんだ。一本出えへんのやったらどうしたら勝てるかや。動かせやと。一塁に折ったままで,で打たしてアウトアウトで重ねるからあかんや。次の塁に進めろって。何回も俺言うてんのに。声が届かんな、まだ。ほんまやな。俺の声聞かなあかんで。お前な。うん。アンケルは頑張ったで。頑張ったんやけども、4回に あのー、打たれるんよこれが最後、ランナー、ちょっと待って4回に。なんか、2回に1点入ってるやん、タイガースが。うん、そうや、糸井がホームランああそっか。うん、それはよかったな。うん、これが、あのー、初,初級初級やな。初級のインサイド気味のストレート、ベルト付近やったかな。うん、これを、ものの見事に、打ち損じなく、1回で仕留めた。で、センターのばっこりスクリーンに入ったという。 これは素晴らしいホームランやった。でも、阪神っていつもソロホームランばっかりやな。結局、終わってみれば、この1点だけやで、ね<な>ね。この1点だけ言うと、あとの7本のヒットはみんな無駄に終わってんランナー出して、おい、行くぞ、行くぞ、行くぞ、言うてて、ああ、アウト、チェンジ、あい入れへんだ。それ繰り返してんのん。ほんで、まあ、そうこうしてるうちに、4回に巨人に逆転されるわけや。うん、な。で、これは、ウォーカーってやつがおんね ドレッドヘアみたいなやつなそう。そうそうそう。ビルビリッチリジリピリチリジチリチレリジチリツーボールワンストライクからガンケルのツーシームツーシームがインサイドやや高めに浮いたんやな。甘みに入ったからそれを捉えられた。ここも失神じなく左中間まあセンター寄りのスタンドに入れられたと。これは痛かったな。これ低めやったらな。インサイド低めにしあのツーシームが来てたら何ヤゴロで済んだのにな。 高めに浮いたから。まあだから嫉妬やな、これはガンケルの。で、あとは、阪神も惜しいのがあったんや。7回、裏、先頭の糸井が、三塁戦に、悩んだ打って、ノーアウト一塁や。ノーアウト一塁ということは、得点になる可能性が高い。得点できるチャンスや、言い換えれば。な、ノーアウトで糸井が出ました。 次は7番の梅野や。なんで怒らせへんねん。その前を出すねん。7回や。2点負けてんねん。1点ずつまずは取っていかなか。せっかくノーアウトでランナー出たんや。これは大事にせなあかんねん。な、それを普通に打たして、センターフライ、はい、アウト、一つワンアウト、ラあの、アウトが増えただけで一塁ランナーそのままや。送ってたら、ワンアウトでランナー二塁に行ってた。で、ここで、 次のバッター、ああ、台打しまでは出てきた。その代打は別にええと思うねんけどな、ね。そこは代打で使うのはええと思うねん。でも、ここで代打が、あの、弱いセカンドゴロを打ったから、一塁ランナーの糸井が、セカンドに投げられてアウト。で、一塁は転送されたけども、あの、打ったバッターの方が足が速かったから、一塁は勢力。 となってくるとで、ツーアウト一塁。この、ノーアウトでランナー出したのに、一塁ランナーツーアウトになっても、まだ一塁しかおれへんと。ランナー入れ替わっただけで。何してんのって話や。それやったら、せめて、島田にでバンドさして、ツーアウトでもセカンド遅れやと思うわ。梅野で遅れへんのやったら、島田で遅れよ。ツーアウトなってもセカンドやれよ。要は、得点を取る意識と同時に、 巨人に対するプレッシャーがかかんねセカンドにランナーいったら。セカンドとかサード行ったらな、やっぱりピッチャープレッシャーかかんねん。一塁やったらもう一本打たれても、まあ、マナタイン入れへんわ少し安心して投げれる。セカンドに行ってたら、一本打たれたら一点入ってしまう。この危機感が全然違う。んで、ここで、えー、ピッチャーに代わって、代打山本。これが、あの、内角低めのスライダーを詰まって詰まって打ち損じやねんけども、まあ、とにかくライト前に、まあ、運んだわな。 で、ツーアウト、一塁三塁やろ。結局、送ってたら、ここでもう一点入ってないや。三塁ランナーホームインしてたんや。三塁で終わって止まってないね。二塁に折ったんやったら。なんで送れへんねんと思うわ。で、その後のバッターが、ツーアウト、一塁三塁で中野が出てきました。ここで、打ったら、やっと一点入んねんで、アウトになって。セカンドゴールチェンジ。結局、ヒット二本出ても一点入れへんねん。ノーアウトやのに。ノーアウトでランナー出してたら、ヒット合計二本出てたら、 点入るもんやで、普通は。セカンドに送ってないからよ。二回送るチャンスを送ってないからよ。まあ、ツーアウトになってから送らせるのはちょっと厳しいけどな。せめてノーアウトで送らせたらよかったのに。梅野の時に。これが矢野の失敗。なんで矢野監督って、あれやな、経験から学ばへんやろな。な、毎回それしちゃってんねん。俺、毎回言うてんねん。<laughs> それ<は>。ノーアウトのランナー、<laughs> あのな、なんでか言うたら、これも毎回言うてんねんけども、阪神は要点取らんやろ。要点取るチームやったら打たして点取ったらいいね できへんねんやろヒット打っても点取れへんねんやろ毎回言うてるやん、俺。ヒット数相手よりも多く打ってても点が相手より少ない。あほかって言うね。ええ加減にせえよって言う、ね。こんなんやったら次の回に送れや。送ってまずリードせえや。負けてんのにやで追いつこうという意欲がないやないか、それやったら。追いつくために何したらいいの一つでも先の類にせっかく出たランナーは進めさせなかいんや。それやってたら、 結果的に次の後、次にヒット出てタイムリーが生まれんねんって。流れようになってくるから。攻めてる半神の流れにだんだんなってくんねんよ。せえへんから相手のチームの流れのまま行くんや。ずるずる。で、これが今の回7回と9回にもあるねん、これがな。9回にも。9回には新人のおさえの体制が巨人は出しだわな。体制を出してきたやろ。兵庫県の西脇工業、関西国際大学。 そしてドラフト1位で巨人や。なんで、なあ、阪神取ったらええのに<ん>な<あ>。けど、ねその大勢が9回の裏の、あの、ピッチャーで出てきて、まだ六あの、糸井からやねんな、6番のな。糸井がまだセンター前、あれレフト前にヒットったんや。ノーアウト1でや。まあ、ここも最終回にまだノーアウト1塁。ノーアウト1塁、なんとか得点する方法や。おー、ここは、うん次の7番の梅野。 そのまま打席に立たして。さっきもそのまま打席に立たしてセンターフラ。ここは三振。まあな、もう9回裏で2点差やから1点取っても負けやねん。ここを送るのは難しいかもかな。でもこれはアウトになりました。ワンアウト1塁。続いて代打で高山が出てきて、高山は昨日スタメンで使われてたけども全然あかんかったんや。でも、あの、2軍では調子がええねん。成績もええねん。 なんとか一軍で実績というか結果残してほしいというところで、今日は代打出てきて、初球を大勢の155キロの早田もセンター前にクリーンヒット。ワンアウト一塁二塁。さあ、いよいよ今回は最後の最終回点が入るかどうかって言ってて、次は、あの、前の打席から代打で出てきた山本、元巨人、慶応。あの、なんてことない人やな。うん、なんてことない。だけど <laughs> 絶対俺、大勢の球打てないと思った。俺が見て思うんやで。うん、なんで代打遅れへんねん。代打降るやん、まだ。代打降れやって思ったけど、代打降らんとそのまま打席入って、で、ショートゴレや。ね、まあ、ダブルプレーにはなれへんだけども、アウトなって、ツーアウトで一塁二塁。で、今度は一番の中野に帰って、ツーアウト一塁二塁。まあ、中野ヒット打て,打てるかなと思って見てたんやけど、空振りの三振や。大勢の球早、はいねん。 ね、ゲームセット。という試合で。まあ、これも、あの、9回にノーアウトにランナてもう一本ヒット出たわけやから、大戦いもありとったんやから。な、糸井の後に。これも糸井を、メノのところで送ってたら1点は入ったけどな。まあ、2点差やから送れなかったみたいな、それはま、あわからないわけではない。でもさっきの回に1点入れてたら、ここで、1点差やったら、送れてたんやから。ここがもったいないとや。送ってたら、 結果的には、高山はセンター目ってねえから、同点になってんね誰何が悪いか言うと、七かにちゃんと怒らして、あの、送りバンドで1点取ってなかったからだからそういうのが効いてくんねんて。チャンスがあったら1点取れるところでは取らなあかん。それをやれへんから、あの、うん、なんていうのめぐり合わせが悪いから。頭、打ったしやで、そう言えるけど、そんなん買わざんねえ。打てへんかっても、結果としてはやるだけやったいうふうに、ファンが見てるわ 何もせえへんで終わって普通に打たして終わっとる。もしこれダブルプレイになったらファン怒るで。ノーアウト出たのにダブルプレイダブルプレイになってたら怒るで。怒れへんのは普通にバッターが打っただけで一塁ランナー残れたからや。だけどそれでは点取られへんやろ。点取られへんんやったら点取る方法をやらなあかんっていう話やから、もともと俺言うてんのはずっと。得点力がないんよ。 フィット打って点取れんねやったらバンドなんかせいで言えへんがな、誰も。よ点取れへんねや。八本打てて一点しか。せやから点取るためにどうすんの言ったらランナーを少しでもホームに近づけなかにん一ん個ずつ。それをせえへんからあかんねん。分かってんやろ、もう。点取られへんので。ピッチャー頑張ったよ、はっきり言って。三点やったらピッチャーの責任ちゃうで。何が悪いだ、バッターが悪い。バッターが悪いことは結局は監督の、あのー、策が悪い。 無策や。俺に言わせれば。こんなことしてたらなかなかだね。采配というより、無策や。無策や。うん。なるほど。これだ。こんなことしてたらほんまに。今で何敗なえー、3勝16敗、1位分け。な、えー、今日し、新庄どうした新庄<城>もうどっちが負けを、負けの競争してん,んや。どっちがかあの、あ負け取るな。負け取るいうことは、新庄は5勝13敗。阪神は3勝16敗。 な、あのー、新庄の方が、二つ勝っとんねん。まだ新庄のチームの方がいいな。<laughs> 明るく負けそうや。まだな。阪神、10回やって2回勝たれへんねん。<laughs> <laughs> これは、あの、新庄10回やったら3回くらい勝てんねん。阪神2回勝たれへんねん。そんな勝率ないよじゃかじゃーん。今日頑張った人の、います。糸井選手、4打数3、打で 1ホームラン。続いて良かった人。2番目に良かった人は、浜地投手。6回、7回をパーフェクトに抑えました。コントロールも球抜きでも良かったで。3番目としては、まあ、今後に期待して高山選手を挙げたいと思います。代打で出てきて、あの速い球を初球から狙って積極的に打って、先球に打てたの。この3人を、今日は良かったという人として、えー、皆さんに発表したいと思います。以上です。